では先生の内装を見ていきます。ジオーレ専用のこのドアトリム、タンレザーですね。で、中期モデルなので、こういうね丸型のスピーカーとか、ドアポケットついております。で、まあちょっとね焦げ跡があるかなっていう感じですかね。で、スカフプレートは綺麗な感じで、フロアマットはちょっとね汚れつつあって、この辺もちょっとこうねめくれてきてるかなっていうところありますね。内装もねこのジオーレ専用のこうブラウンレザー、こんな感じになってますけども、まあやっぱりねちょっとねひびが入りやすいところありますよね。こんな感じですね。助手席側ですけども、こんな感じになっております。で、こちらはねタイプ V になるので、ステアリングもね専用の、D 型シェイプ、こんな感じになってますね。で、ダッシュボード上ですけども、特に目立つような乗り跡とかは、ない感じです。こんな感じでダッシュボード綺麗ですね。で、純正 DVD ナビ仕様なんですけど、まあ後でねちょっとエンジンかけた時に紹介しますけど、結構もうねモニターが、蜘蛛の巣状になっていて、映ってないような感じになってます。で、CDMD デッキという感じですね。これは純正ですね。で、シフトブーツ周りは特にそんな気になるようなところもなく、ここもちょっとねひびが入っちゃってますね。どうしてもねこういうレザーはね年数経っちゃうとこうなっちゃいますよね。新車の時はいいんですけど、こんな感じですね。で、ETC がですねここに装着されております。で、まあここら辺のねスイッチ類なんかは特にまあそんな劣化してるような感じもないですね。ではエンジンかけてみましょう。まあ距離結構走ってますけども、まあ特にエンジンの、始動性は問題ない感じですね。まあ吹き上がりも特に問題なくという感じです。で、今あのエアコンつけてます。涼しい風もね出てきますね。で、モニターはねもうこんな感じになっちゃってるんですよ。なのでまあうまくねこの枠を使って、2Dナビ入れるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、ではトランクを見てみたいと思います。トランクはですねここにあの車載工具とか入ってるボックスがあるんですけども、それが欠品という感じですね。こんな感じになってます。で、純正 DVD ナビなので、こんな感じのデッキがここについてますね。スペアタイヤはついてるのかな。よいしょ、スペアタイヤの方はありますね。はい、続いて助手席側です。助手席側のドアトリムは、まあ、特に気になるようなところは見当たらないですね。スカフプレートも綺麗な感じ。で、助手席側は、ね、フロアマットも比較的、ね、綺麗ですね。まあまあ S2000 よくある。運転席側はちょっとやれてるけど助手席側は綺麗みたいな、そんな感じですかね。こんな感じになっております。はい、以上 S2000 の内装でした。